まん延防止等重点措置につきまして、本県を含め17の道府県につきまして、本日午前中の基本的対処方針分科会におきまして、3月6日日曜日まで延長することとされました。あさって期限を迎えるまん延防止措置の延長が要請通り認められる見通しとなったことを受け、福岡県の服部知事が先ほど会見を開きました。延長は来月6日までで、正式にはこのあと午後7時過ぎから開かれる政府の対策本部会議で決まりますが、服部知事はそれに先駆け県民や事業者などへの要請内容を説明しました。まず飲食店への時短要請ですが、感染防止認証店の場合、酒類を提供する場合は午後9時まで、提供しない場合は午後8時までと、これまでと同様の内容で継続されます。また県民への要請についても、ワクチン接種後もマスク着用すること、混雑した場所への外出、発熱時の外出は控えるなど、これまでと同様の内容となっています。これまでと同様の措置を徹底してまいりたいと、この感染拡大を何としても食い止めるために、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。